じめないで。いじめてないです。あうまばハリキューデンからこんにちは、ビオハリキューデン。トリさん逆です。前回大成功した。やばいやばい、練習したのに。モデルのトリさん。トリです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はいよ。トリさんだいぶ久しぶりですね。6週ぐらい空きましたね。はあ、いろいろなんかね、あったって。ありましたね。あのねピル私飲んでるじゃないですか。あの生理不順。はい、無月経、はい、飲んでるんだけど、で飲み始めてもういろんな症状が今出てるんだけど、一番ひどいのが便秘。マイウチ出ない。普段激しいですね、大人に成立してます。ごめんなさい。いやもう本当にもうリアルな話で、もうあの3日間ぐらい出なくて、もうこんな便秘もし始めてなったから、もうなんとかしないとと思って、実は肝臓自分で薬局行って買ったんですよ。、うん、でやったら一時期のもう楽になったんだけど、でもやった後また2日後ぐらいまた便秘が、これ全身整えないとですね、こう自律神経の問題なので、そこに詰まってのは刺激して出すっていうのが、ね、これ毎回やってるわけにいかない。そうだね、やっぱりコンスタントに戻った方がいいんで、うん、でちょうどまあ施術しながら解説しますけど、やっぱりねピルのちょっと影響っていうのも結構ある、うん、あると思う、はい、で今ね少しちょっとウェイトも体重アップ半分が多分もうむくんでるんですよ。むくんでなくなっちゃう。ちなみにね、さっき言ったら、あんまり大きな声では言えないですけどね、これぐらいちょっと増えちゃった。3キロ以上。でも聞いたらですね、針受けてた時は2500キロカロリー食べても全然太んないって言ってました。そうですよ。1900ぐらい。1900ぐらいなのに、もうむくむし、体重が、まあ、半分で多分まあむくんでると思うんだけど、うん、でもこれどういうことですか。もうこれはもう一気に全身のエネルギーをブーッてやってブーッてやってブーッてやってやって、ぜひぜひお願いします、私を助けてください。それではゴー。結構代謝が下がってるとか体もゴチゴチだとね、便秘また悪化します。あー、ね、ちょっとチェックしたいと思いますね。チェックしましょう、はい、多分すごいひどいことになってると思う。はい、じゃあ首だけで右向いて、首だけ、はい、右向け右。いやいや、ちょっと待って、こんなんじゃないよ、オッケー。いや、こんなんですよ、反対に向いて。嘘でしょ。いやいや、もうダメですね。もはやガチゴチすぎな。え、待って、横向けないと僕こっち向けますよ。ほらって言っても、ほらって言われても、これから受けますよ。トリさん、じゃあ、なんかいいっすね、なんかもうドリフみたいな感じだと思うんですけど、笑いがドリフか、中川家のあの大阪のおっさんみたいになってますよ。ありがとう、人は分かる人は分かると思うんですけど、はい、はい、右、あ、大阪のおばちゃんか、ね、これですか。やばいですね、これですよ。あ、ちょっと待って、泣きそう。反対にこれやばいですね。え、ま、便秘どころかね、全体調整して今まで一番ひどくない。え、これ本当に限界やばいですね。待って今の目がもうでもリアルでやばい。やっぱりいろいろね、体のお悩み抱えてて、やっぱ月1回ぐらいはねリフレッシュして、リフレッシュ6週はちょっと飽きすぎましたね。3、4週でなんか回復しようときはねやるといいんですけどね、やばい。早速ゴー。これから何か起きるんでしょ。
しょうか。もうちょっと上です。はい、ちょっとやってやる。カモン、あ、もう I want my energy back。 Come back to me。 今結構私のエネルギー知らんだけど、本当にこれ 70% なんだよ。なの先生期待してます。 90% にあげましょう。 No problem。 トリさんの希望で掛け物はかけてません。 No 掛け物かけますと No No。 はい、でも手は冷えてるね。冷えてるんですよね。でしょ、楽にして、はい、楽です。ちょっとでものぼせてる感じですね。何、上にエナジーが上がっちゃってる。エナジーが何、頭に行っちゃってる、うん、でもゆっくりでしょ。そうね、ブラディですね。ブラディカーディア、ブラディです、ブラディ、ブラディカーディア、ブラディカーディア、yes. タキカルディアじゃないですね。ノットノットね、ノット早い。ブラディってのは徐脈ってことですね。徐脈です、徐脈してます。タキカルディアって頻脈とかですね。一応僕あの看護師してますんで、看護師してますんじゃないですね、もう一回してました。はい、じゃあまずまずエネルギーをピース入れます。 Give me。 でも人気ですね。パワー、あ、キートニーパワー、あ、キートニースピリットですね。人生って人の、うん、あの手って込めない青い、ね、OK。あー、もうここにグミがあります。なんで管理棒が、お、チクッと、あ、あれ、オッケーです。うん、まだ、あ、いいですね、はい、バッチです。次、4つ、4つの剣、これは待ってました。お通じ出しましょう。はい、カモン、マイウンコ。膝から落ちそうなの。マイウンチ。ちょっと治療できない。ちょっと待って、落ち着こう。これだ、これなんか嫌でしょ、これ、ね、めっちゃ嫌だ。グミが、グミがいるよね。グミがいるな、って言ってる。はいですね、はいの剣、はい、はい、これ、これ、やめて、これ大将の剣、いじめないで、いじめてないです、えぇ、just shake hands、 no、 めっちゃそこ嫌。これ軽くしか押せないですよ、めっちゃ痛い。これ大将です、はい、じゃあいきます。はい、おう、で楽にして、はい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 、イノ剣ですね。イノ、イノさん、やばい、テレブラバババババ、何すか、何もですか。エナジー動いてますね、入りますね。あーでも日本語喋るだけだった。ジプリシプリプリプリだった、全然わかんない。あーやばいですね、ね、あー、え、むくんでるでしょ。日の経絡がやばいんですよ、これ、ですよね、すごい痛い。でもちょっとホルモンバランスも整えながらなんで、ここにサインコっていうツボを使います。え、なんか今エサでしょ。いや、針をしました、うん、なんも感じなかった今。何も感じなかった、麻痺してる。いや、そんなことないです、はい、今4つの経路って動かすためです。ちょっとだけ電気を流します。来ました。人間の体って微弱な電気で動いて、うん、少し電気刺激を加えてあげると、うん、一気に流れが良くなりますね。ピカピカ、はい、ピカチュウ、頑張って何を頑張りますか。針、針、針、頑張って、いつも頑張ってますよ、僕。全力です、全力です、はい、全力でエネルギーを、私たち頑張って、はい、かしこまりました。超上から投げて、私どこ感じますか。まだまだここです。
来た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 、おお、はい、Yes baby。 まあ正確に言うと困ってる、書いてます。今は、うん、退院陽明系ですね。退院陽明、はい、代謝アップにですね、うん、ちょっと短い針で難しいんで、これあれ結構私的に短くなっちゃった。トリさんだって108センチ入ってた、入ってましたねこの間。トリックシーになってましたね、持ってました。まあ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 、まあ、余裕、余裕ですねかな。あこれめちゃめちゃ出ますからね、お通じ楽しみにしてます。これよく言われるんですけど、こう内臓とかそういうとこ狙ってないで、あるエリアを狙ってます。身を見まねで、本当にプロの方は真似しないでよ、本当危ないんでね、これね。あの良いこと良い鍼灸師は真似しないでください。悪い鍼灸師さんとも見てないと思う、まあそういう方いないと思うんで、うん、はい、本当は危ないんだよね。本当に危ないと思う。はい、でも聞きます。うん、僕は2週間ぐらい中国に留学研修とか、僕あのお金なくて行けなかったんですけど、うん、その時ね、うん、学生で看護師でむちゃバイトしてましたけど。うん、お腹にいるんですよ、ブスッとこんなのは。で中国の先生がこれ腸に刺さらないんですか、腸は逃げるって言ってました。腸が刺さらない、そんなことってあるの？そんなことあるんですか、ね、そんなことある？僕は分からないです、僕は見てもないんです。でこれは腸に入れてるわけじゃない、あー、そう、あー、これですね、はい、パッ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 パー、何ですか、何語ですか、嫌な感じがする。あ、でもこれ出ますか、ふにゃん、うん、あう、あ、いやだなマミーよ、わわわわ、ちょっとねこれね、うん、あーこれですね、ここだ、ここ、あ、これ来ましたね、来ました来ました、ここから、おー、これグーンってきて、まあ今日こんぐらいですかね、こんぐらい、いやもうちょっと、あー、あー、あー、全部入りました、お、わかった今、わかりました、わかりました、どこに入ったかわかんないけどわかった。今9センチほど入りました。これで今腸がもう こうなってるんですよ今、腸動いてる、ね、動いてる動いてる、ということで7分お休みいただきます。はい、それでは7分経ちましたので、はい、を取っていきます。あんばばあー、取った、なんか喉まで来ましたね、グーってなった。パレード今してるんだねここ、はい、なんだなんだなんだ、わっしょい、わっしょい、お通じですね。10円と1円でもできる方法がありますので、ちょっと今回簡単な方法ね、はい、合谷鉄板石を人差し指と親指の間に貼ります。10円、でその上にですね、1円貼ってます。これ新バージョンですけど、これ新バージョン、ここ貼ってます。大腸の経絡を刺激するんで、結構お通じがいいんで、まあ、両方貼ってもらってもいいかなと思います。はい、とまず寝る前に1時間ぐらい貼ってください。ずっと貼ってるとちょっと効きすぎるんでね、ちょっと大きいんですよね。で1ミリぐらいの刺激で済むイオン球っていうグッズがあるんです。これだと大体まあ1日中貼ってても大丈夫ですけどね、腸免疫アップしますので、ね、ぜひやってください。ということで、ってことで、はい、取っていきますね。もう今はもうラセラーラセラーやってるんですよ。パレード青森の青森お祭り、青森のお祭り、なんでそんなの知ってるんですか。研究しました。研究したすごいですね。日本の祭り、日本の祭り、大学の研究テーマです。もちろん動きの方をちょっと見てください。はい、右、うん、花火来ますか、よく見えるんじゃないですか、うん、おお、左がどうですか、左がミャオ、おー、行くじゃないですか、引く、見える、いいですね。で、右ひねってみましょう、右に行きましょう、ゴー、おー、いいですね。で、左、え、待って、もうだってこんぐらいだった、そうですね、はい、はい、そっち行きましょう、はい、おー、おー、バッチリですね。
バチンじゃない。すごい代謝上がってますんで、うん、11円からイオンを続けていただいてですね、数日後来てますか。数日っていうか明日出ますね、もう普通、はい、朝楽しみ。早くして夕方に出ます。うん、はい、楽しみにしてください。楽しみだ、はい、ということでですね、他にも施術動画ですとかセルフケアの動画配信していますので、次の動画もご覧いただければと思います。ケミさんの結果どうなったか、お期待です。はい、チャンネル登録、高評価の方で応援よろしくお願いします。お願いします。この数日後のメッセージ出るかな。はい、うんちメッセージ。おつ、鳥です。治療が終わって2日経ってるんだけど、今朝なんと奇跡が起こりました。お通じが出たんですよ。もう何、1ヶ月ぶりにこんなすっきりな感じがするんだけど、もうハッピーになったんですよ。もうすごい体が楽になって、もうこの調子でいきたいと思います。先生、いつもありがとうございます。 Thank you。 あ、ラセラー、ラセラー、前の動画で私言ったんだけど、花火って感じがするので、もうまさに本当に花火、パラパラパラって感じがする。なんかなんだろうね、ピリピリしてる感じがする。本当にゴキブリの動きそれゴキブリがここにいる。それ嫌だな。嫌だな。じゃあ、もっと可愛いのあるかな。ネズミ。